こんにちは、串本大島仮設理せずり研究所、会えのこと金崎でございます、えー。今回もですね、コメントいただきましたからね、それに返信ということで、まあ、ちょっとね、ラジオで喋、えー、ろうと思います。 えーっとね、今ですね、緊急レポート作りでね、ちょっとバタバタしてますけどね、あの、準備はできましたからね、もうあの、次の、ね、ラジオぐらいで告知ができると思います。まあ、楽しみにしといてくださいね。で、えー、コメントでございますけどね、えー、緊急レポートを作ろうと思いますっていうね、あの、カセラジでいただいたコメントでございますね。えー、こちら、えウィークエンドウェンズデイサマー31423ですかね。 <laughs> すごい、すごいなんかあれですね。名前ですね。これね。<laughs> まあ、まあいいですけどね。えー、はじめまして。釣りを始めたばかりの初心者で、串本の、えー、串本かせ、串かせに通、串い始え、ます串かせえ、いいですね。串かせに、串え、い始めまし串かに、串かせには湾内や湾外、えー、恨み湾アンカーなどありますが、ポイントと季節により、青物の傾向はかなり違うのでしょうか。えー、下船時、青物は、えー、湾内に入って、 で、えー、アンカにおらぬちゃうかと、船長に聞いておられる方を見まして、なんとなく季節の魚種がわかるのですが、ポイント別がどうも、アンカが人気のあるようなので、勝手にアンカイコール青物と思い込み始めた矢先、疑問だらけです。まあ、そうでしょうね。あのー、ね、慣れておられない方だったらそうだと思います。えー、ワン内。 ね、あの、だから、要するに、千回の方か、まあ湾、1外えー、恨みの方か、ね。で、これね、あのー、どっちかにたくさんいてて、どっちかに少ないとかね、そういう状況で結構頻繁にありますよ。あのー、恨みはよう連れてるけど、千回は連れてないとか、まあ、逆ですね、千回はよう食ってるけど、恨みは食ってないとか。で、ここ最近は、ま、両方ともそんなにいまいち食ってなかったりしますしね。まあ、去年、お昨年なんかはもうね、両方ともバカスカ食ってましたからね。だからね、あのー、 <laughs> まあね、あの、湾内に入ってあんかのんのちゃうかって聞いてた人ね、あの、<laughs> ね、やっぱりほら、魚がおらんことにしとかんとほら、立つじゃなくなるじゃないですか。だから、まあそういうことにし,しといてほしいんですよ。ね。まあそ、それ、それぐらいの問題です。でね、あの、湾内も湾外も、まあ数は少ないですけど、まあ当たればでかいっていうのがまあ今季の傾向ですからね。だから、あの、まあ塩のもんとかね、そんなんもありますしね、 だまあそうですね。湾内、湾外ね。湾外どうですかね。僕ちょっと湾外の経験数ってね。やっぱり1000回のところに比べるとちょっと少ないんですけど。ただ、やっぱりね、その、潮はよく行きますしね。で、海底形状は比較的あそこはフラットなんですけど、やっぱりこう、下りが点在してるって言いますかね。だからあの、いろんなものが釣れたりしますから。だからその、狙い方とか変えてもらったら、そこそこ釣りにはなるのかなっていうふうには思いますけどね。あの、マダイなんか狙うのに。 はいいと思いますよ。まあ、餌取りの関係もありますけどね。あのー、今期あの、サバが多いとか言ってますから、まあ、サバがね、もりもり湧いてたら、もう、沖キアなんか絶対通らないですからね。だから、サバがいないタイミングなんかだったら、ね、あのまだ釣り、年中いけるんじゃないですかね。塩結構通しますからね。で、まあ、あの、ポイントの季節によりは、青物の傾向はかなり違うのでしょうかっていうことなんですけど、 まあ、そうですね。まあ、まあ、その、ポイント的にはね、今言ったように、どっちかが食ってる、ね、どっちかが食ってない、で、両方とも食ってる、両方とも食ってないとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、あと季節ですね。季節どうですかね。ここ最近はね、あの、僕らが、その、まあ、グレツリーね、最初の3年やって、まあ、10年前から来てですよ。最初の3年グレツリーやって、それから、まあ、レッドゾーンの釣りっていうことで、いずすみ釣ったり内野してて、で、その当時って、 まあ、あの、9月、10月ぐらいの比較的その秋の早い時期には、ま、ラミで目白の数釣りっていうのをよくやってたんですよね。まあ、3、4キロのやつが、もうどう,どうにかしたら一席で250本とか釣れてたりしてたんですよ。まあ、めちゃめちゃな数いましたよね。 だから、あのー、僕の感じでは最初、その頃はですよ、秋って言ったら恨みの目白釣りで、で、その寒の時期になったら、やっぱりこう湾の中に入ってくる、ね、あのー、仙海の深いところで、でかい青物を狙うっていう、そういうね、あのー、感じでパターンで釣ってたんですけどね、まあ最近はですね、そんなこともないと思いますよ。だから、あのー、本当ね、いいタイミングであれば、あの、真冬であっても、もう恨みでね、バカすか、どでかいのは釣れますしね、 でまあ先回もね、確かにね、その小割がありますからね、その小割っていう、その、なんていうかなこう、障害物についた魚っていうのは、やっぱりその、湾内の方が狙いやすいっていうか、湾内じゃないと狙えないですよね。 だから、湾外は湾外で結構ね、広々とこう流しながらやる釣り、ね。で、湾内は湾内で、あの、なんていうかな、棚をじっくり探っていくようなイメージですかね。だから、その、両方ともに楽しまれたらいいと思いますよ。ただ、その、都船屋によっては、その、1000回つけずに湾外ばっかり行ってるところもあるし、まあ、あの、両方とも行くところもあるし、まあ、いろいろですからね。だから、あのー、湾外、オンリーでやっておられる都船屋さんに行っておられるんだったら、まあ、そこでね、あのー、 なんていうかな、人が釣らんでも俺が釣ったるわいぐらいの気合でやってもらうか、それか、あのー、まあ、初心者さんということですからね、あのちょっと土心屋変えて、いろいろ行ってみられるのもいいかなというふうには思いますね。続いてのコメントでございますね。えー、っと、こうどっちだったかなこれだったかな えー、カセラジ、えー、魚釣りの常識と非常識。ね。青物がダメなら何を釣るっていうコメント、えーえー、カセラジにいただきましたコメントですね。えー、こちら。えー、こんばんは。たまに串本カセに釣りに行きます。えー、青物の、えー、超短い時代。特に冬場を過ぎれば仕掛けを変えたり、餌も変えたり、変えても青物に限らず全く釣れません。こんな時は、どういう釣り方で粘るのが有効と思われますか。これね、難しいですよね。 あの、僕ね、この時間帯をね、あのー、命名してます。砂漠の時間というやつですね。いや、この砂漠ね、あのー、苗がの頭におじさんが出たら、そっからね、味釣りの時合まで、14時過ぎまで砂漠とか結構あったんですよね。で、ま、ああのー、 ねその餌取りがなければね、その沖網のその完全浮かせ天秤浮かせで、まあ、真鯛をぼちぼち狙いながら。で、その、仕様によってはね、それに、なんだ、あの、コロダイとか、コショウダイとかね、なんか、<laughs> そういう、ちょっとあの、変わったやつを食いついてきたりもしますしね。ただ、あのね、ねその、自愛がはっきりしてないようなところありますから、かなりのんびりした釣りになるんですよね。だから、その砂漠の時間の過ごし方ということで、まあ、僕、あの、友達でやってましたけどね、もうあの、釣りにこだわらんとこう、みたいな。 だから、焼肉ショーや、みたいなね。<laughs> でこれが、まだね、カセの上で寒い時に焼肉やったらむちゃくちゃうまいんですよ。だから、ね、最初はね、鍋焼きうどんを、まあ僕の友達やってくれたんですよね。でまあこれがまたもう最高に美味しくて、だから、あのー、なんていうかな、あの、寒いですからね、あの、あったかいもので、その、 楽しむみたいな。あの、結局その風の上ってほら非日常じゃないですか。だからね、あの、なんかね、ちょっと作って食べたりしてもね、ちょっとこう、別のアミノ酸を感じるというか、なんか美味しいんですよ、すごい。鍋焼きうどんなんかむちゃくちゃ美味しいですしね。で、その、焼肉に関しては、あの、あの、コンロ持って行ってもらってね。で、その、網で焼いてもらったらいいんですけど、あの、僕の友達持ってきたのね、あの、 あのー、一回限りの炭火焼きのなんか網みたいなやつあったんですよ。ね。で、それ、あのー、炭を煮こらして、でね、1時間半ぐらい炭、あのー、コリコリ煮こってんのかな。で、その上で、あのー、焼き肉入って食べて、めっちゃ美味しかったんですけどね。ただこれね、やっぱあの、炭を使おうとなると、その、 例えば、汗の上に転がしたりしたら、やっぱり汗傷つきますからね。だから、そんなんがちょっと怖いって言うんで、その、SNS でね、その、<laughs> なんだ、焼肉ライブとかその時はやったんですけどね。ただ、その、アーカイブとして残さなかったですし、その、YouTube にも上げなかったのは、やっぱりなんかあったら困るなと思って、それで、あの、ね、悪い見本になったらあかんわと思って、その、しなかったんですけどね。ただ、その、ね、水はほら、周りにアホほどあるわけなんで、<laughs> 海の上ですからね。だから、その、 何かあった時にさっと消せるようにだけしといてもらったらそういうのもありかなとは思うんですよ。で、そのコンロを持ってきて何か作るっていうのは最近ね、やっておられる方結構多いと思いますよ。あの、僕のそのガイドの時のお客さんでもね、まあ、あの、沢木さんっていう人だったですけどね、もうね、あのフライパンまで持ち込まれてね、で、その前日に腰元の港で釣った味をつくあの使って、あの、味ドリアとかね、<laughs> 朝ごはんに作ってもらったことあるんですけど、まあ、あれもう られられるぐらい美味しかったですねだからねやっぱりその何やろう釣りに限らずでなんか楽しむ方法みたいなやっぱり飲み食いだと思いますねやっぱりねほんで結局ねその夕方夕方っていうか昼以降まで粘ろうと思ったらでアジがやっぱり昼以降に食いますからねでそれまで粘ろうと思ったらまあその間ね僕もねそのなんやろうそのマダイ釣りだけでずっと粘ってたんですけどまあ 大変なんでね。だからやっぱり、ちょっと楽しむものを、なんか考えられるといいですよ。なんか飲み食いするとか。あとあの、SNS なんかでね、結構賑やかにやってもらったりしてますから。だからそのライブをやってみるとかね。まあそういうので、まあだからあれ、何時間くらいですかね。8時から2時くらいですから、<laughs> 6時間もあんのか。<laughs> ね。その6時間の間ね、どうやって楽しむかっていうのは、まあ、一押しは、なんやろう。な <laughs> る宴会でございますね。 あとね、やっぱり釣りをする、まあ釣りで粘るなら、もうやっぱりね、今からの時期どこにそうですけど、沖闇が通ると思いますから、で、沖闇で通るときね、あの、でね、タイもね、 あの、当たってくる時っていうのは結構ね、あれ、慈愛のもんなんで、バタバタバタってきますから、だからそのタイミングは忙しいですからね。で、その、まあ何を釣ってもね、そういう、どん、どんな場所に行って何を釣ってもですよ。やっぱり釣れない時間帯っていうのもあるし、その釣れる時間帯っていうのもありますからね。だからその、 まあね、くしもとのカセの場合は、特に、あの、仙海のあたりはね、あの、青物が終わってから、そのね、アジまでのその砂漠の時間って結構はっきりしてるから、だからまあ、そんなんでね、あの、僕の一押しは焼肉ですかね。 で続いてのコメント。えー、渡辺のけんちゃんですね。けんちゃん毎回コメントありがとうございます、ほんとね。えー、コメント取り上げていただきありがとうございます。サウけケの話ですが、先日とある YouTube チャンネルで、大島フィッシングでやってる動画アップしてましたけど、見事にチベラが飛ばされましたね。あ、三ン坊さんですね。<laughs> ね、下手しましたね、あれね。知ってるープつけてなかったら、全部回収不能になってました。 え僕は監査者のおすすめで台湾のパワーホルダーを使っているので、まだ飛ばされたことはないですね。あれ使ってたら間違いないと思いますが、ちょっとお高いですよね。そうなんですよ。ね。あのパワーホルダーもね、結局シングルのタイプ、万力がシングルのタイプは簡単に飛んでいきますから。これはもう要注意ですね。で、僕がやってたのは、その、ダブルの万力のタイプで、で、その、ダブルの万力のタイプってそのロープの補強、ロープというか、ベルトの補強がしやすいんですよね。 で、そのベルトの補強で、まあ絶対飛ばないようにしてたんですけど、だからまあこういうね、工夫はいろいろやってもらったらいいかなというふうには思います。ね、あのー、とにかくね、その、なんやろう、ね、サオウケ吹っ飛ばされたっていう話、まあめっちゃ多いですしね。で、まあ YouTube やっておられる方だったらね、サーウケとサウが飛んでいっても、その、で、そういうその、なんていうんですかね、自己動画みたいなやつって視聴回数伸びますから、だから、結局、ね、あのー、まあ、 何本ぐらい損するんかなサオ、サオまあ、使ってるサウとリールにはよりますけど、まあ、安いサウとリールと、ね、ラークだけだったら、まあ、3万円ぐらいの損失ですから、まあ、その3万円が、その動画がバズることによれば、バズることによってですよ、3万円ぐらいの回収だったら、まあ、できる案件にしようと思ったらできるかもしれないですからね。ただ、ね、バズらすために海にゴミをするっていうのはどうかなとも思いますけど、でもまあ、YouTube って、ね、YouTube でその、 なんやろこうガンガン生きたい人ってそういうもんですから。だから、そんなもありかなというふうには思いますね。まあ、この動画でどうやろ伸びるんかなとか思って、その、なや、視聴回数とかその辺を僕ちょっとね、注意して見てましたけどね、注意して見てたけど何回やったか忘れましたね。<laughs> はい。まあ、あのー、ね、 竿受けのところね、ちゃんとやってもらってね、竿飛ばされなかったら、まあ、それに越したことはないですからね。で、あの、動画やっておられない方なんかだったら、もう丸ンですからね。だから、あの、竿は飛ばされないように、しっかりとね、シッテロープをくくって、あの、釣りをするようにしてください。と、まあ、今回ですね、ちょっとコメントの返信ということでね、あの、バタバタっとあの、録音してますけどね。まあ、ああのー、 ね、年末でなんかバタバタしてますしね。で、特に今僕ね、その、緊急レポートの制作中でございますからね。<laughs> こう見えて結構忙しい。で、それ以外にもね、いろいろね、あるんですよ。なんかやらなあかんことがね。やっぱ年末っていうのはね、なんかバタバタしますね。というわけで、えー、今回はですね、ちょっと手短にね、あのカセラジをね、この辺でお開きにしようと思います。どうもご清聴ありがとうございました。